皆さんこんにちは、ジョコです。ということで今回もイフットボール2024情報を紹介していきます。さあ、チャイニーズ版、中国版で我々がやっているイフトには登場していないエピックが登場したということで、また紹介のコーナーやっていきます。今回はバイエルンのサリハミジッチ選手が登場したようです。ちなみにガチャは2つ来てるみたいですね。この3名はすでに出てたりも紹介しましたよね。ちなみにエトーもね、前回ぐらいに紹介したかな。さあ、今回こちらサリハミジッチ選手見ていきます。レベル上限30ということみたいです。さあ、能力はこんな感じですね。まずはこの選手は右サイドバックと右サイドハーフ、右サイド限定の選手になります。176cm のボックス2ボックス、サイドバックで無印で使えるんだ。波小さいですね。能力はっていうと結構バランスが取れていて、初期から結構能力が高くて、特にスピード瞬発は比較的初期から高いです。あとはスタミナ数値もしっかりと抜けているような高い数値になってますね。ただ能力振り分けるとちょっとバランスがいいだけの選手になってしまいますかね。スピード瞬発スタミナっていうのはサイドバックサイドハーフとしてかなり魅力を感じる数値になるんですけど、他の数値がやや気になるかな。サイドバックで使うにしても守備能力はこれ全然振ってないですけど結構高いので、まあ、サイドバックの方がもしかしたらいいのかもしれないですね。一応今回サイドハーフ向きに作りました。それだとドリブルパスちょっと物足りない、あと決定力とかも振れないし、苦しい。いっそのことサイドバックの方がキャラクターとして強みは出るかもしれないですね。初期から守備能力もある程度ありますし、まあ、スピードそんなに振らなくても初期から高いんで、もう1でいいかなって感じ。そうすることでキック力80、スタミナ93、クイックネス8振ることで瞬発なんかもしっかり伸ばすことできますし、エアバト今回11振りましたけど、まあ、高さ対策もねしっかりと取れるでしょう。まあ、サイズは176なんで、これであったら別に他の選手でいい感はあるんですけど、ちょっとディフェンスセンスが低いのでワンビサカチックなアグレッシブネスはカンスト、10振るだけでカンストするんでかなり高い数値にはなってます。スキルで考えると守備系は一応あるんですけどちょっと物足りないですね。どっちかというと攻撃的なミドルライジングとかピンクロとか闘争心なんかもありますし、攻撃的には運用したいけど、キャラクターとして能力今のイフトで生き残ることを考えると守備に振った方が良さそうね。マンマークインターセプトブロッカー全部ないです。追加しましょう。さあ、ということで緑色がエピックデータなんですけど、結構中国版でね出てしまいましたね。サリハミジッチ、アウダイールとかも出ましたよね。シャビアロンソも出たっけ。あとはパウロ・セルヒオ。果たしてその他の緑色の選手たちも出るんでしょうか。そして彼らはいつか我々のイフトに来るんでしょうか。今後また続報があれば紹介していきます。こんな感じでイフトボールに関する情報を発信してますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。今回以上です。ではまた。